思い出のガンプラキットレ重衆。アーマードレディ、マクロスバルキリーレディ。アーマードシティに生まれた女の子は、10歳になると、自分でデザインしたアーマードスーツを着てバトルシミュレーションゲームに参加しちゃうんだ。いつか私も、ガンダムビルドダイバーズに出てみたいなー、なんてね。アーマードレディとは、1985年に発売された、ガレージキット感覚の新しいプラモデルシリーズなのでおます。バンダイさんが良くも悪くも暴走していた頃の、甘く切なく、見た目はしょっぱい、青春の1ページとも言うべきよもすえなキットだったのぴょん。その、通り。ことの経緯としてはだね。ガンダム作品における、モビルスーツを擬人化したデザインの誕生から語らねばなるまいて、モビルスーツバリエーションの時代、グフのパーソナルマークだったグフレディが、そもそもの始まりだと言われているのでございます。そうだっけ？その後、バンダイさんが出してた模型情報っていう薄い本の読者ページに、少女にモビルスーツの装甲を装着させた、よもすえなイラストを投稿する気違い、もとい、熱心な投稿者が現れたのだよ。わけわかめ。この部分に関しては、少女に、美がつかない点がポイントなのだと思いねえ。要は下手ってことだよね。とにもかくにも、このイラストが初期のモビルスーツ少女だったわけでして、一部の読者に受けたのか？そこから派生して誕生したのがドム少女、ザク少女やグフ少女、さらに、他のアニメのキャラも取り入れられるようになりまして、アイアンギア少女に、ポニーメタルユーガイム、ってな感じに仲間が増えたのでしたとさ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。そしてついに、バンダイさんがメカニカルレディの企画を出しちゃって、なんやかんやで、アーマードレディシリーズが発売されたのでございます。こんな展開、ありえなーい。キットは、ガンダムマーク2レディ、マクロスバルキリーレディ、ゼータガンダムレディの3種類が1500円で発売されたのですよ。高いねー。少女ではなくレディなのは、いい年ぶっこいた兄ちゃんがだね。少女と名のついた商品なんて買うわけがねえという、至極当然の成り行きからでございましょう。そのキャラクターデザインは、当時はまだ無名の新人だった、時田光一大先生によるものなのでございます。先輩書士から語り継がれたところによると、時田先生が漫画家としてデビューする前は、漫画の持ち込みや同人活動で生計を立てていたそうな。今でもいますね、そんな人。ところがぎっちょん、近所の模型屋の開店イベントで、たまたま出会った、ヒゲのプラモ怪人こと小沢活動氏に見出され、いろんな仕事を回してもらえるようになったわけなのよん。やっぱりね、この世界はコネがなくっちゃいけやせん。当時としては、編集者の安井久氏から指導を受け、コミックボンボンなどのイラストや、プラモ教師郎に登場するメカのデザインが、オモロイド関連の仕事なんかをしていたわけだよね。アーマードレディのキャラクターデザインも、そんな中手がけた仕事の一つだったんだい。そうだそうだ、そうかもしんない。だが、しかーし、アーマードレディには、一点だけマクロスのキャラが混じってるんだよ、ミナノシュー。どういうこと？実は、1985年つうのは、バンダイさんがマクロスキットの発売を始めた年だったりするのだよん。劇場版超時空要塞マクロス、愛覚えていますかの上映が終了し、マクロスブームも沈静化したタイミングで、今井さんは、キャラクターモデル事業からほぼ撤退したのでありんすよ。そうだそうだ、クリームそうだ。今井製マクロスキットの金型は、すべてバンダイさんに売却され、アリーさんも一部のマクロスキットの金型を売却したことにより、これまで共有されることのなかった2社の金型を用いて、バンダイさんでは、マクロスキットの再生産が始まったのでございます。この時期のバンダイ製マクロスキットの特徴は、バンダイオリジナルの解説書の他に、専用のメカニカルファイルと、久保田正義氏と園田健一氏による、マクロス工房って名前の紙切れが付属している点が秀逸なのよそうなのよ。巷の情報では、この時期に発売されたキットの金型は、売却から、キットの再生産まで間が空いてないことから、回収は行われていないという説が有力なのだよね。つまり、付属品を変更しただけのリデコキットだったわけなんだい。そうかそうか、よかったね。注目すべきは、1985年には2点だけ、新規金型のマクロスキットが発売されていたのだよ。つまり、ロボチェンマンの VF1S バルキリーと、マクロスバルキリーレディがその2点。すなわち、バンダイさんが初めて金型を作ったマクロスキットは、このどちらかだってことなのよん。そんなん、嘘っぱちだー。マクロスバルキリーレディは、いわゆる、ストライクバルキリー VF1S を擬人化したアーマードレディなんどすえ。ABS 製のインジェクションキットで、パーツを接着するための ABS 専用の接着剤がついてるのだけど、悲しいくらいに量が少なかったのですよ、こんちくしょう。仕方ねえんで、適当な接着剤でくっつけましたよ。っていうか、よくくっついたもんだよ。不思議やね。気にするこっちゃあございやせん。こんな風に、バンダイさんの特殊なキットには、専用の接着剤が付属するものがたまにあんのよ。これほんと、特殊な素材を使用したキットでは、メガリミテッド、30分の1スケール、MS-06R ザク2、黒い三連星使用機なんかが超有名。
バブルキャストという、ホームセンターで売ってる、発泡スチロール製ブロックの親戚みてえな素材で作ってあるだけに、発泡スチロール用のセメダインがキットに入っていたものなんどすえ。発売当時は、高くて誰も買っちゃいないのに、スチロール用の接着剤やラッカー系塗料を使うと、パーツが溶けるとかなんとか、よもすえな噂もあったのですよ。参ったね。何それ怖い。いずれにしても、アーマードレディはパーツが硬く、引けもひどく、接着する部位が丸まっているパーツが多いもんで、自然なポーズを取らせることが困難なのだよ、こんちくしょう。要は、どんなポーズにするかのビジョンを持つことが重要だったりした問題。てなもんで、最初に軸を打った後に微調整し、接着剤を流し込む方法が簡単かもしれん、かもしれん。ぶっちゃけ、パッケージイラストとは似ても似つかない完成品になるので、買って作ったやつは激しく後悔したものなのよん。ですよねー。当時は、売ってたことは知ってるけども、実際に買ったやつは多くはなかったもんちっち。そう、ワゴンに積まれ、箱が潰れてくしゃくしゃになっても、模型屋に居座り続けたものなんだい。しかしながら、この手のキットに目覚めちまったモデラーの中には、手直しすれば見れるようになるかもと、淡い期待を持って購入するやつもいたもんですよ。なんせ、この手の物は供給不足な上、斬新という一点においては突出したキットだったもんで、貪欲にチャレンジした挙句、失敗の山を築くパティーン。最近ではね、時田光一先生のデザインだってんで、物好きなファンが買ってるみたいなのでござんすよ。はい。お買い上げ、来たー。ちなみに、秋田上梶のモビルスーツ少女が登場するのは、この後だと言われているのでございます。アーマードレディの出来に不満があったという経緯で、自分が描いたデザイン画をバンダイさんに送ったのがきっかけとなり、本格的にモビルスーツ少女を描くようになったらしいと言われているのだよね。いささかこじつけ臭いですけども。そういや、ジアニメのゼータガンダム少女がこの頃は有名でしたよ。そうでした。その後、月刊モデルグラフィックスでの連載企画、今月のモビルスーツ少女が人気を博したことにより、モビルスーツ少女といえば、秋田上かと言われるようになったんだとさ。めでたしめでたし。すげえよ。いかは。